どうも石井隆です。1分間ノート時の解説をしていきます。今回は1行勉強法ということで、1秒ではなくて1行ですね。どういうことかというと、ノートに書くときに3行にまたがる文章は絶対に書いてはいけません。できれば1行にしていく。で、2行の時はね、しょうがないなと思いながらやってください。1行の方が人は覚えやすいです。1行だとね、スッと入ってくるんですけど、2行にまたがるとね、なんとかしたりなんとかしたりとかね、全然入ってきません。いかにノートに書く文章を1行にしていくか。 A は B で C は D である、だったら A は B だ C は D だっていう感じで、2つに必ず分ける。2行に分けると、1行1行ね。その方が頭に入ってきます。例えばどんな感じか、こちらを見てください。A さんの言い分は正しいが、B さんの言い分は正しくない。これダメです。そうじゃなくて、A さんの言い分は正しい。だが、B さんの言い分は正しくない。というふうに書くと、1行1行になりますよね。これで、やっと頭に入ってくるということなんです。これが1行勉強法ということになります。次に見返したときに、こうしてないと分かりづらいんです。だから、いかに2行ではなくて1行にしていくか。これを突き詰めていくのが1行勉強法なので、いかにノートを取るときは1行にしていくか、これを意識して書いてみてください。チャンネル登録はこちらまでお願いします。